キュキュです。はい、ということですね。皆さん、これ、ニクロムさんっていうね、ファブゲーミングのアナリストの方がいらっしゃるんですけども、見て、スパーキーデッキのランダムジフ、60周くらい、60周くらい入ってます。息抜きにどうぞってことでね、ちょっともうチカ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 してさ、ちょっとすごいもう、目が悪くなりそうなんだけど、どういうことかっていうと、これジフになってるんだよ。これ、ポッて押すと、そこの画面で止まるのよ。ランダムみたいな感じなのよ。こうやってやって、ビーッ、タップ。あ、このデッキ弱くないか。やだね。いや、でもこのデッキ絶対面白いじゃん。ということで、今日、これを使って参戦いきたいと思います。でもね、僕ね、やっぱね、もうスパーキー、楽しむ日本代表なんで。うまくはない、残念ながら。プロ選手が使うと、一気に抜かれるから、ダメなのよ。だからね、楽しむ日本代表として、今日やっていきたいと思います。頭チャンネルさん頭頭チャンネルさん究極さんにハートもらえた人、押します。てか、リツイートしとくんで、皆さん使いたかったら使ってください。まあ、僕が使ってくださいとか言うのはあれだけどさ。で、今日、行きたいと思います。行くか。で、まず1戦目、これマルチ行くからね、僕。参戦するから。1回目のデッキ。こちら！やっぱ俺持ってるよね。だってほぼキオスポじゃん。いや、全然違うんだけど。全然違うけど、キオスポじゃん。デッキ、組みタイムしたいと思います。このデッキですね。はい、配置まで全く一緒にしてます。これ、じゃあ、ジャイスパで枯渇だよね。ジャイスパ枯渇で、ファイボザップか。ちょっとでも、一昔前感がすごいね。うん、いきますか。ドン！でもね、一昔前ってなんか分かってきたね。いや、でもどうなんだろう。でも、たまに、クラロワ TV 見ると結構こういうデッキあるんだけど、タワーレベル12！ごっちゃです！よろしくお願いします。ごっちゃんですではない。負ける可能性めっちゃあるから。おー、なるほど。ファイブウッドか。いや、待てよ！五分、五夜には、割とスパーキーを当てちゃってもいい気はした。まあ。だって、なぜならば、五分五夜入ってるデッキってなんかロイホグだったり、ホバリング砲みたいなの入ってる。これ絶対ホバリング砲入ってんじゃん。で、この、いや、これヒューやってるでしょ、これ絶対ホバリング砲入ってる。で、ホバリング砲多分ね、この辺から出してくんのよ。わかんのよ、マジで。わかる、この、相手のこの泣き方でわかる。泣き方でわかるよ。俺ぐらいになると、マジで。すごいな。いやー、スパーキー、インフェター打ってくれ。いやー、ギリないかな、これは。いや、あるぞ、これあるぞ。待て、おー、違う。待て、このニクロムさんデッキいいぞ。待って、なんかめっちゃ楽しいんだけど、普通に楽しいんだけど。でもラバか、ラバ嫌なんだよね。ラバって、すごい嫌なのが、スパーキー出すじゃないですか。僕出しちゃったんですけど、今。出すと、同サイドにラバハンドつけられるんですよ。あ、つけてこない。つけられると、ラバの後ろにインドラとかつけられると、それだけで、そのインドラになんかめっちゃ焼かれるのね、ジャイアントとスパーキーで。まあ当たり前の話してるんですけど。それがすごい嫌で。だからラバハンド僕ね、ほんとちょっと苦手ではあるんですよね。うん、ネクロ？え、だから、あ、分かった。それで言うとあれパターンでしょ、その。あのパターンでしょ。何パターンだっけ、ファイボ枯渇みたいなことでしょ。それで言うとね。いやー、ちょ、これザップ。よし。いやー、上からマリコすんじゃん、このガーゴイル。ガーゴイルってさ、ちょっと辛いね。いや、ここで、行っちゃうから、もうちょ、ヤンキープレイしていい？ヤンキープレイ。これなんですよ。マジで、これなんですよ。で、ガゴモレいるでしょ？ガゴモレとネクロいる。ここでインドラとかつけられるとマジでジエンド休憩なんだよ。いやー、ちょっと待てよ。ちょっと休憩集中します。ファイブちょっと取っときたい自分もいる。てか、ホバリング砲全然来ねえな。ホバリング砲嘘だったわ。ここでファイブ、メガ5つけてあって。やばい！ここの防衛だけちゃんとすれば勝てる！来た。うわ、その、ベビドロマジでやな。センキュー！やばい、ニクロムさん！ニクロムさん！ありがとうございます！いや、いいデッキだよ、やっぱり。やっぱスパーキー面白いよね。なんか、これ、コウモリとかさ、ギャングとか、あと、結構空にも強いね。うん。あと、ザップドファイブでしょ。だから結構、空にもマジで強い。ってことで、2回戦いきますか。やばい！これ面白い！いやー、ニクロムさんね、これツイッターで、僕の視聴者さんが、リプランに、キョウキョウさん使ってほしいですみたいに言ってくださって、あ、これか。このね、りょうたろうさんがやってくれて、お待ちしておりますってね、言ってくださったんで、
ありがとうございます。ということで、第2回いきます。やばい、緊張する。変なら来ないでね。いきます。はい。うおー、何このデッキ。じゃあスクショしよう、スクショ。え、何このデッキ、やばくない？どう戦うの？いやでもこれプロ選手だったらね、うまく使いこなせんだよね。かっこいいよね。ちょっと作りたいと思います。さあ完成しました。このデッキむずくない？オーブンとインフェルノタワーがちょっと鎖気味じゃん。でなおかつなんか ライトニングに弱すぎなんだよね、マジで。いやこれ結構難しいなーってことで、いきたいと思います。ドン。いやこれ結構難しそう、マジで。いきます。よろしく。なんかみかん坊やさんあたりさ、このデッキガチ解説してくんないかな。これちょっと、ぶっちゃけ僕心配だもん、これ。でも結構枯渇できんのか、それで言うとね。なんか、ロケットとか、ロケット枯渇にもなんのかな？ぶっちゃけ、うわ！なんかクロスっぽくね？うわ！なんかマジクロスっぽい。じゃあ一回こうバルーンだけ投げさせていただいて。バルーン！バルーンなんてことある？人生において。人生におけるバルーンですよ。よし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 。どうしようどうしようどうしよう。手札詰まってる。だからでも次ジャイアントあるから、まあ別にスパーキー出してもいい気はしてる。うん。でここで多分オーブンなんか受けるためになんかナイトとか出してくれたら嬉しいんだけど、ない、わかんないけど。あおお、やばい、相手うまい。待てよ。よし、よし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 、いいぞいいぞ。でもね、呪文がないんだよこれ。呪文がないのきつくない？待って、しかもネクロマンサー単体攻撃だからさ、こいつ。ちょっとやばいやばいやばい、ほんとだろほんとだろほんとだろ。撃て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 、うわぁってやばい、今日スパーキ、これ枯渇か。俺枯渇にしたんで、枯渇に。これ鬼枯渇させて、おい、え、めっちゃ強いめっちゃ強い。待って、めっちゃ強い。待って、めっちゃ強い。待って、俺さ、固定概念だったのかな。例えばさ、今僕のストックで言うと、ストックっていうか僕の使えるデッキ集で行くと、その、いつも使ってるあの、キオスパ、こう、枯渇っぽいキオスパと、まあ、エリゴレスパーキーはやっぱ1ヶ月間ずっと使ってたんで、なんかなんだかんだやっぱ使えちゃうのよ。うん。いや、この2個が今の僕のスパーキーデッキの中でちゃんと戦えるデッキなんだけど、他のデッキも全然愛だな。これ逆サイくくるんだよね、この人。逆サイ出したい。お、待って、相手諦めたくない？相手諦めたくない？もういつもトロ上げとかだったらさ、相手落ちて、おっしゃーとか言ってるけど、こういう企画の時はあんま落ちないでほしいんだけど、落ちたじゃん絶対。まあ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 、まあ絶対みんな10秒スキップし始めたよ。絶対10秒スキップしてるよ、今。俺わかるから、俺。俺視聴者さん、俺が視聴者だったら絶対10秒スキップするもん。てか俺10秒スキップするし、そういう時。はい、10秒スキップからお帰りの皆さん、こんにちは、キョキョです。絶対10秒スキップしてたから。夜も勝ち、勝ちは勝ち、勝ちは勝ち。だからこのデッキが相手落とさせたのよ。いや、なんか面白いの来たからね、ぶっちゃけね。ちょっとね、次どんなんで来るか試したいと思います。いきます。せーの、ポン。待って待って待ってくれ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 、これ難しすぎないか。ヤノアメライトニングにエリポンスパーキーで、なんかあの中型がないというかディガーとか欲しいな、これ。え、キッズ作っていたと思います。さあデッキ組み終わりましたが、いやこれだ、ロケット枯渇と見せかけて別にファイボ枯渇、なんかすごいデッキだよね。かなり腕っぷしが問われるんでね、いきたいと思います。ポチン。頼む頼む、ま、相手落ちるとかやめてね。いきます、よろしくお願いいたします。どう戦うんこれ。な、結構スパーキーは攻めで使っちゃ絶対ダメな気がする。だ、あ、守りだね。さあ、待て。待て、相手何も来なかったらワンチャンライトニングあり。え、待って。ライトニングやる？手札回しライトニング説これ。相手スタンプ押してくんねえかな。ちょ、手札回しライトニングしたいんだけど、さあ来た。もう一回、ドゥ、もう一回、もう一回、ケンツさん来い。よし、今だ今だ今だ、音音出せ音出せ音出せ、せん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 、うわー、セーフセーフ。待って、まだセーフじゃない。それで言うとね、今来たら結構やばいから。怖え怖え怖え、マジでこれ。相手のさ、でーっつっつっでーでーでーみたいなのあるじゃん。それが、それのおかげ。いやー、ただエリポンがなー。エリポンを回したい。オッケー。アイゴレ？アイゴレなんてことある？マジか。
マジか。でもあ、何も削れないわ。うわ、これやることないな。ちょっと一回待ちます。ここ一回スパゲ出そう。よろしく。よし。でもめっちゃ集中してるわ。いいことだけど。なんかめっちゃバタバタ聞こえる。なんだ。オッケーオッケーオッケー。いや、これね、右虫、あ、でもこれ、相手、アイゴル切ってくれたから、アイゴル使ってくれたから、ライトニングちょっと。え？そういうパターン？オッケー。なんか謎のさ、飛来人とか来た。え、マジで？それは美味しくね？マジか！これ行こう。ガゴムリとかなんか。なんも来ない。まずいまずい。待って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 。いやー、いやこれマジでね、これ面白いわ。え、どう、これ視聴者さん人気だったら結構やっていきたい気がする。なんかわかんないけど、なんかの企画に交えて使うとか。さすがにさ、もう一本こういう動画さ、ちょっとさ、ちょっと、いやいいわみたいな。いやでも見てみたいのあるよね。もしちょっと人気あったらまたやりますわ。うん、ちょっとどんなデッキあんだろう逆に。はい、お、これ割とオーソドックス。はい、おお、エリゴレスパーキーアースクイーク。あ、これさっきのだな。これはライドラ。あ、でもちょっと前に流行ったやつだね。え、これめっちゃ似てる。これなんか、まあ、全然そんな似てないか。ということで、今日ですね、やってったんですけども。ちょ、人気だったらまたやりたいと思います。ニクロンさん、ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。キューキューチャンネルの YouTube チャンネル登録、こちらをポチ、チャンネル登録して、ちょ、宅配便が来ました。ありがとうございます。ということで、チャンネル登録、こちらをポチ、そして、おすすめとかありますので、まだ見てない動画ある方は、ぜひとも見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。